ビートークスをより深く知れる専門番組、ビートークスマガジン。独自取材の様子やオンラインサロン情報など、ここでしか見られないコンテンツも目白押し。逆光こまあ、なかなか46点って珍しいと思うんですけど、あまりこうなんていうんですかね、調子乗らないで一つ一つしっかりやることをやっていこうと思ってます。サンロッカーズはチームでのディフェンスを強みとしていますので、前半守っていたライアン・ケリー、またマカドゥだけではなくて、周りの選手がどれだけ協力し合って5人で川崎さんのオフェンスをどういうふうに守っていくかということを強調して話していたので、チームとしての遂行力が高かったんじゃないかなと思います。I mean, of course, like when guys are stuck to me, you know, there's obviously offensive rebound opportunities, there's transition opportunities. So it's really hard to be stuck to someone or kind of like, you know, stay with someone like the whole game. And I have a pretty good understanding, you know, it's 40 minutes, you know, I'm probably going to get 30 of them. So it's like if you can't get off to a great start or there's still a lot of minutes left. So, you know, I just try to stay locked in and I just try to stay focused on what I can control. ピックアンドロールをやった時に、ニックからディフェンスが離れないので、ボール持ってるハンドラーの選手が侵入できて、そこから、ペイントの中のシュートもなかなか決めきれなくて、そこから外に出たボールもなかなか決めきれなくて、ただどちらもチームとして目指してるいいシュートだったので、もう練習してきたことを信じて自信を持って打ち続けましょうっていう、そこだけ伝えて。やはりファジーカス選手をディフェンスリバウンドも強い中で、前半からトランジションでのポイントはあまり多くないようにスタッツ上は上がってますけども、川崎さんのガードの選手もしくはドリブルをつけるヤング選手に長距離のタッチダウンパスができましたので、川崎さんのスピードというのはすごく脅威に感じていたので、一番最初に J がスリーポイント決めきってくれたことがやっぱ大きくて、あそこでみんなこうぐっとこう自信をこう持ち返したというか、まあ、あとはオフェンスはいいシュートで終わってるから、ディフェンス、トランジションとリバウンドと、あとは強度を緩めないように、本当に基本的なことをしっかり伝えて、それがまあしっかりこう選手が後半打ち切ることにつながったかなと。We kept getting stops in the zone, you know, and the transition was there with Mike pushing it, me pushing it, that it was just like Shibuya was kind of all over the place. They didn't match up well. So, ゾーンやってると、どうしても走ると、こうマッチアップがずれるので、相手マッツマンやってる中で、まあそこでいろんなチャンスが生まれて、シュート入るんで、ボールに誰もつかなくて、ニックはそのまま行ったりとか、いろんないい効果がどん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 次々って生まれて。第3クォーターは選手同士でこうやってハドル組んで、選手で話してプレー作ってる部分もあって、それがうまくいったり、いろんなコミュニケーションが生まれてたので、そのただニックだけがすごいんじゃなくて、
チームとして今何が強くてどこがアドバンテージでその次誰が来るのかとかそういうことがこう育ってきている証拠だと思います。ゾーンオフェンスがうまくいかなかったというよりは僕自身がサンロッカーズがどういうチームなのかというところを間違えて伝えてしまったせいでゾーンオフェンスをどう攻略するかというマインドセットにしてしまって、まあ、ディフェンスのマインドセットがちょっと薄れてしまった時にコミュニケーションミスでの隙を突かれてしまった、まあ、結果そこが前半自分たちが我慢できていたところができなく川崎さんの良さを引き出してしまった形になったかなと思います。You know, I don't move as well as I once did. You know, I try to look back and, you know, Keita's sitting back there and he can probably remember what I moved 10 years ago. I used to move a little bit better, you know, probably got a lot more easy shots and got a lot more plays drawn up for me. But, you know, I still feel like, you know, I'm one step ahead of everyone in front of me. I don't feel like there's really too many guys that can really guard me on a nightly basis. So,You know, confidence-wise, it's still there, and you know, I still put a lot of work in, and I still try to get a lot of shots up to where it's like, you know, I feel comfortable no matter what happens in the game. やっぱね、年はプレーできると思うので、ただスキルに関してはすごいし、まあ、当然練習しますから、それが伸びてる理由だと思う。はい、ありがとうございます。I mean, I think consistency is probably a good thing to point out. You know, we've had some sort of ups and downs, you know. I mean, just this past weekend against Yokohama, we got up by, you know, 18-19 and kind of let them creep back in. So that's something that we need to kind of fix. まあ、チャンピオンシップ近づいてくると、例えば簡単なゴールシャー絶対許さないとか、エンドワン絶対させないとか、ファーストブレイク出させないとか、うまくファール使うとか、まあ、なんかそういう本当ちょっとしたことが大きな流れに関わってくるので、まあ、あの CS のヒリヒリした雰囲気をしっかりとこう思い出しながら想定しながら細かいところを詰めていければなと思います。次回の特集は広島ドラゴンフライズ辻直人。自分の中でですけどギリギリのところまでやれたと思うんで、これをぜひちょっと後半戦バチバチにディフェンス来てもそれと戦える準備はできたのかなと思いますね。どえらい引退セレモニーでいきましょう。有料プランでは編集前のノーカットインタビューを視聴できたり、メンバー限定の交流会に参加できます。ご覧の QR コードか YouTube 概要欄からご加入ください。日本代表のポイントガードにいるべき存在。